こんにちは、吉野さん。まあ、とにもかくにも情報発信って大事ですよね。いや、稼ぐ上で情報発信しないとどうすんのっていうところなんですよ。これ冷静に考えたらよくわかることですけどもね。じゃあ今回はですね、ちょっとしたエピソードをちょっとお話ししようかと思います。1月のね、半ばかなぐらいだったかな、私の塾生さんから相談いただきました。私は今までずっとね、速稼塾に入ってたんだけども、いまいち芽が出なかったと。あっちこっちの教材を買っては損をして何もできなかったんで、絶対今回はね、稼ぎたいんで、今年は稼ぎたいんで、ちょっとなんか力を貸してくれませんかっていうふうに私の塾生さんからお願いされたんですよ。で、その方はサラリーマンをやっていて、まあ、YouTube やったらって言ったらね、ちょっと顔出しはどうもってやっぱり言うんですよ。まあ、ですんで、顔出さなくてもできるよっていう形で、顔出さなくてもいい方法をね、紹介したわけなんですよ。そしてですね、私の動画のやり取りが始まりました。まあ、そのシリーズをですね、まあ、今でも続いてるんですけども、やっていく中で、まあ案の定なんですけども、まあ、1ヶ月もしないうちに動画リレーの返信がなくなったんですよ。で、私はそれでもね、構わずにコンスタントに、まあ、そのシリーズを続けていったんです。そうするとですね、その方じゃない人が私の動画を見て、まあ、塾生さんが動画を見て、なんか久保さんの動画を見てたらなんとなくやる気になりましたって感じで自分のビジネス始めてくれたんですよ。で、例えばね、こういう話があります。主婦の方が見ていて、近所の草取りをして1万円もらったとかね。まあ私が網戸の話をしたからですよね、きっとね。できることをやったら、まあお礼がもらえるということなんですけども、お礼がもらえなくてもまずできることをやらせてもらうと、やらせてもらうことがまずは報酬だよっていうことをね、お話したんですよね。まあ、そしたらね、草取りであろうとも信頼関係がなかったらやらせてくれないですよね。まあ、ですんで、お茶飲み友達になって、そしてその延長で草を取りましょうかって形で草を取ると、近所の70代のおばあちゃんが後日お礼を1万円持ってきてくれたって話なんですよ。草取りにかけた時間ってせいぜい30分ですよね。まあ、その方は本当に久しぶりにアルバイトでも何でもなくね、お金をもらったと、すごく感動しましたね。で、やっぱりその1万円の半分ぐらいを、そのおばあちゃんのために使ったという、そういうふうなね、アフターエピソードもあるんですけども、あとはですね、サラリーマンの方がこの私のシリーズを見ていて、自分でも何かできるんじゃないかな、商売できるんじゃないかなと思って、通販で買ったこのぐらいの紙パックのジュースがあるじゃないですか。あれを何種類か職場に持って行って、その人はオフィスワークなんですけどね、で、会社のデスクの隅っこに置いて1個100円ってやったらしいんですよ。常温で置いてるんですけども、まあこの時期だからね、常温でも冷たいこの紙パックの野菜ジュースとかヨーグルトみたいなのがあるんですけどね、そしたらそれが1日に2個3個売れるそうなんですよね。で、コンスタントにまあ、7個8個売れるようになってきたんで、今度はですね、お弁当の注文を取り出したらしいんですよ。お弁当を作って持ってきますって感じで、唐揚げ弁当とサンドイッチの2種類だけなんですけども、両方500円らしいんですよ。そしたらですね、やっぱり弁当の注文入るみたいなんですよ。で、注文生産なんでロスはないし、で、ジュースで信頼関係作ってるんで、まあ、500円のね、お弁当だったら助かるねってことで、ジュースと一緒に600円で売れたそうなんですよ。で、近くにコンビニがあるんだけども、やっぱり600円じゃね、ランチが収まらないそうなんですよ。それから会社の残業ですか、残業で会議があるときって20個ぐらい注文があるそうなんですよ。ということで商売が始まったというね。私のやり取りしてる相手からは、そのお相手さんからね、今でも動画の返信ないんですけども、関係ないっていうかね、視聴者さんが勝手に儲かっちゃったみたいなね、そんなことがあります。ということなんで、私が返事がなくても発信し続けることで人を稼がせることができたでしょって話なんですよ。まあ、だからね、私がボールを投げた人が受け取ってくれないのに、他の人が受け取ってるんですよね。だから発信ってすごく大事だなと思います。これからもね、そのシリーズ続けていこうと思います。実はね、そのシリーズの着地点が明日なんですよ。明日ズームライブで、さあ実績公開、これからどうするみたいな形でね、やっていこうかと思うんですよ。その方はね、1年後には500万年収で稼ぎたいって言ってたんで、まあ、初月でじゃあいくら稼げるかなと、2月2ヶ月目にいくら稼げるかなみたいなペースでやっていこうと思ったんですよ、月1のライブで。で、最初のズームライブがもうなんかできるかどうか分かんないみたいな状態ですよね。まあ私はね、一人でもやりますけどね、ずっとね。この一人でもやった姿を見て、ますますね、萎縮してできなくなるのか、足が遠のいていくのか、それとも久保さんがやってるところにもうね、自分の気持ちが奮い立ちましたっつってから復活してくれるのか、まあどっちかなというところでございます。ということですね、いってらっしゃい。